そう、電池が切れたんで充電してもらっていいですか。というわけで街中に戻ってきました。今から鴨肉買いに行きたいと思います。去年メッセージを残して去ったので、そのメッセージがまだ残ってるかどうかちょっと見に行きたいな。まあ、そういう楽しみ方もいいじゃないですか。ちなみにね、丸い場所移動しちゃったからもう見れないんだよな。昔俺がいた頃に書いたあれが、そういうのはちょっと残念ですね。こっちはどうすかね。全部消されてたりして、まあ、そういう楽しみもありつつ行ってみます。鴨肉だけどアヒル肉なんですよ。鴨肉大、ちょっと食べ過ぎな気もするけど、なんか食べ過ぎちゃうよね。人座ってて見れなかったですね。残っても多分見た感じ残ってないんで、次回来た時ちょっとマジック使って開けましょうね。来年来た時に、来年来た時のために。さっき鴨肉のお店で会計の時に香港人かって聞かれたから、日本人だって言ったら、ありがとうありがとうって言われて、急に言われると、こっちも何て反応していいかわからないから、ありがとうって言われた、ありがとうって返して、まあいいか。美味しいとかごちそうさまとかね、ありますけど、この言語の切り替えが苦手です。オールイングリッシュのお客さんとか来ると英語喋ろうとして中国語が出るみたいなことはしょっちゅうあるし、中国語で喋っててもじゃあとか言っちゃう、たまに言っちゃうから、切り替えのスイッチが弱いっすね自分は。猫ちゃん、にゃーにゃー、
こが第一漁港。なんかちゃんとライトアップされてるな。前はあのタンクみたいなのもライトアップされてたんですけど、今はその道沿いだけライトアップされてて、これはこれでいい感じです。奥まで来るとこんな感じです。散歩コースとして悪くない。あ、めちゃめちゃ綺麗に整理されたのかな。旅行の奥から海運が見えますね。こちら第二漁港ですね。菊島の星は左方面はお土産イケスロードですね。ずっと上がっていくと中西路まで行ける。中西路の上の方ですね。モスバーガーの方が下だとすれば上の方です。この Vlog 見てたらマーゴンはもう大体攻略できるでしょ。絶対迷子にならないですよ。これは南海遊客センター、南海遊客センター、右側が船の停泊所、停留所で、ヤーリンホテル、左はギアスリー、正面はセラトン。何回同じ道飛んだよって話です。同じ道しかないですよね。そんな難しくないですね。まあ、シラトン方面に上がって、短期間の旅行とかするんだったらシラトン泊まって、ね、2泊3日とかでシラトンのビュッフェ食べたりとか、そういうのもいいかもしれないですね。自分の場合はまあ、貧乏旅行でもないけど、前生活してた感じそのままやってるだけなんで、まあ、日常ですよね。日常食べるようなもの、食べるお店行ったりとか、そういう感じになりますよ。まあ、ある意味旅行向けではないのかもしれないですね、こういう紹介の仕方で。ただそこまでお金使いたくないけど楽しみたいというような場合にはすごく有用な情報なんじゃないかなと思います。
とも立派な方ですね。この時間閉まってます、まあ、7時半ぐらいなんですけど、これ右行くと宿に帰ると、いつもの店にも、あ、いつもの道に戻ってきた。友達にお願いして買ってもらっ、友達にお願いして買っといてもらった T シャツ大変だ。ウーフォー、ウーフォー、何ですか、プリンス、ワインで、ワインで、一切こういうバックプリントがたまらない。ゴミ捨てチャレンジ。ついでに、まあ、コンビニのオーナーとも久々に挨拶できたし、よしとする。